すごい。こんだけ色々ついてこの価格だったらいいですよね。よいしょ。とかってのが優しいですね。なるほどな。ああ、いっぱい紹介するところできます。いいですね。こういうふうにしてね。実際に行ければいいんですけどね。なかなかね、行って紹介するのもね、限界がありますからね。こういうふうにして。バーチャル見ながら。ああ、腹減ってくんな。そば食いて。俺もそば食いて。おっと、赤信号渡っちゃうって。あれですけどね。こんなところ、次はでっかい。メロンね、そう、あ、こっちのそう、メロンも取れますからね。こんな感じ、キャベツ、メロン、トマトもそうか、こっちの方は。厚み中央製菓。ここ?クルーズホール、ニュー、厚み観光。観光会社とかもある。ああ、いいですね。あ、ハウスのところですとか、こんな感じ見るのね、いいね。果物、果物ドットコム、すげえな。え?果物ドットコム。果物依存の厚みなんだ。すげえ。すげえ、果物ドットコムって言って、ザ・果物って感じなのに写真載ってんの全部野菜だ。メロンも野菜だしね、正確に言うと。よくあるじゃないですか。メロンは果物なのか野菜なのか問題ってとかってね、言われてますけど、明確な結論あるね。メロンは野菜です。メロンも、バナナも野菜です。リンゴは果物です。何かって言ったら、木になってるのが果物で、草からできるのは野菜なんで、メロンも、バナナも草なんで、あれバナナもね、でかいですけど、草なんで、あくまでも、野菜なんですよね。そう。生物学的な分類上は。ただ、売り場的にはその果物コーナーに並べといた方が売れるんでね、そっちの方に並べるっていうだけです。武将でもう基本的には農産とか青果とかって言って、わざわざそのフルーツとその野菜を、武将で分けることはないので、部署で分ける分けないで言うと、例えば水産だと、水産と塩化は分けるかな、ところが多いかな。大体そうですね、社員さんが塩化担当、産地なんかでも塩化担当は塩化担当の人がいるはずですし、水産水産って感じで。干物ですね、干物とかは別になっとったりとか、あとは肉がね、精肉と、いや、切ったりして出してる精肉と、ハムソーセージ系、ハムソーとかって言ったりしますけど、分けたりとかはありますけど、ここは分けることはないですね。青果農産をここで区別するってことはあんまないですね。強いて言うなら、漬物とかになると加工品になってくるんで、日配コーナーに行ってとかってなってしますけどね、とかっていう感じですね。さあ、進んでいきましょう。まだまだ先は長いですからね、いろいろとありますね。で、こっち向きでいいのか?どっち向きだ?こっちじゃないな。こっちだな。よし。危ない危ない。このところは何?ここは何屋さん?ダイハツや。ああ、こっちの方だとダイハツとかやっぱ強いですからね。あ、さっき言ったように、タイタン強いんですけど。で、渥美署?ここ渥美で何?田原郵便局かな?なるほどね。2号車、普通のエブリワゴンの旧型の方のエブリワゴンかな?ですね。なるほどなぁ。そうだな。横のにこれもポチがあるから、旧型のやつですね。2号車、四日市の2号車はね、箱車って呼ばれる超プロプロの重捨てのね、やつだったんでね、2号車に当たると、おーってなってましたけど、今はなんか番号の割り振り変わったのかな。あら、こんなとこにもまた美味しそうな、ある、またいい店ありますね。石窯パン、あ、このとこに石窯パンの店、サイトはないかな?あ、でも、美味しそうなパン、美味しそうなパンじゃないの。あ、いいですね、こういうパン屋さん。もうちゃんと個包装された状態に並んでるし、そういうのもいいですね。なるほど、いいですね。で、この辺りとかも、青果市場のね、あれですね。直売所あんのかな?出荷、あ、でももうこれも、あ、
で、もう出てきましたね、文字が、ホビ、収出荷センターということで。まあ、これ個人で買えるところではないですね。さすがにね、トラックでドーンと、ET つけて、これだけ広いといいですね。まあね、地方はね、なんて言ったって、スペースは取れますからね。これだけのスペース買って、で、ここは多分その人たちが、御用達のファミマスね。なるほど、なるほど。ホビの文字が見えてきたんで、もう言うてるうちかな。丸か、丸か運輸さんか。当然、物流拠点とかもこういう風にしてできてくるんで、そこに人が集まるんで、こういう感じで結構また栄えてくるっていうのがね。で、出た。いちご狩りね、こういう風にしてありますよ。いちごもやりますよ。っていうので、ずっと来ると、バスが走ってる。俺らの、これが？これかな？じゃあ、回送バスだった。大丈夫だよね。合ってるよね。バスが走ってる。こんな感じでね、ずっとこのところを走っていくわけですよ。こんな感じです。外からみたいね。まあ、当然私は、この中の、このバスかどうかわからないけど、多分同じ形式のバスですね。ここが空いて、そうなってたんで。ここら辺に乗ってましたからね。走ってましたね。回送バスね。回送列車。回送列車なんの時、ああ、あれのね、アクターの曲でありますね。回送列車。とかね。列車じゃないけどね。命をグループ。あ、本当、命をアグリ。こんな、ところもあるんだ。すごいな。命を。なんなん、命をって。アグリ、厚みオフィス。命をグループ。ある？ホームページある？命を。センド、いやー、ないね。ある！命を .jp。生産所、ビニールハウス屋さん、農業ハウス事業ページ、新規、就農者、1000万円保証、1000万、俺借金返せるじゃん。 の方かもありかな。JA に口座持ってますし、JA に口座持ってるし、JA と取引やってますしね。ああ、というか、一応農業従事者だったことありますよ。短期ですけどね。ありかもしれないな。朝早いって言ってもね、ぶっちゃけ今の方が朝早いですからね。ただね、意外とやっぱ出かけ作業はちょっとしにくくなるんですよね。365日月気になりますからね。基本的にはね。まあ、農作業にもよりますけどね。しゃ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 。で、これ、厚みライフランド。なんなん？これ、知ってた時にあって、なんだライフランドってなんだと思ってたんだ。ちょっと行ってみよう。寄り道しよう。そんなことしてたらまた時間がどんどん過ぎていく。2回に分けるダメなんだ。もう一回これやらなきゃいけないですからね。どこ？で、なんもない。ライフランド。これ？あった。厚みライフランド。何これ？地域の方のね、集うね、あれな感じですね。なるほど。地域のコミュニティセンターみたいな感じか。なるほどな。よかった。ちょっと、でも、面白い建物ですね。凝ったんでしょうね、こういうところ。なるほどな。